こんにちは。今回は平面図形の面積を求める問題です。はじめに問題の内容を確認しておきますね。図は直径が7センチの小円、これを4つ、直径が14センチの楕円を組み合わせたものです。この時、斜線部分の面積、ここですね。この部分の面積を求めてください。こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。じゃあ解いていきますね。この問題、斜線部分の面積を求める問題なんですけれども、もちろんこういった図形の面積ですね。こういった部分バラバラに求めていって合計するんじゃなくて、図形を移動して求めやすい形ですね。これに戻して考えていきます。具体的にはどういう風にするかっていうと、これとこれですよね。これ移動してここに持ってきます。同じようにこれとこれもここに移動。これとこれもここに移動。これとこれもここに移動。こういう風にします。そうすると斜線部分っていうのは、この形ですね。この四角形の面積。これと同じになります。じゃあこの四角形どういう四角形かっていうと、分かってる条件ですね。小円の直径、これが7センチです。じゃあこれ小円の直径と見て、これ7センチ、7センチ。これも7センチですね。じゃあこれ一辺7センチの正方形。こういう風に考えることができるんで、斜線部分の面積。7×7 で49平方センチメートル。受験生の人、試験中だったらこういった問題、これで答え出して次の問題さっさと言ってもらったらいいです。今時間があるとき、これ勝手に正方形って言いましたけれども、この問題、これしか条件ないんですよね。これ正方形とか、外側の四角形ですね。これも正方形とは書いてないです。この図を見てこれ正方形っていうふうに判断、どういうふうにしていくか。まずはこの問題ですね。できるだけ好意的に考えていきます。この4つの円ですね。4つの円がこの1点で交わっていく。こういうふうに考えますね。そしてこの線ですね。この線は、この円とここで以外交わっていない。この円ともここで以外交わっていない。この線は、それぞれこの円とこの円の接線ですよ。他の線に関しても全部、2つの円の接線。こういうふうに考えましょう。そこで分かりやすいように、今、この円とこの円だけですね。これ抜き出してこっち側に書いています。さあ、見た目分かりやすいように、2つの円横に並べて書きました。これとこれがそれぞれの円の接線です。で、ここで1点で交わっていますね。この点を通ってそれぞれの接線っていうのを書いてみますと、こういう感じですね。今、2つの円の中心ですね。ここからそれぞれの接点に対して直線引いてみますと、こういう風になります。この接点と中心ですね。これ結ぶ線っていうのはこの接線に対して垂直ですね。ここ90度になりますし、ここ90度になります。さらにここ90度で、ここ90度ですね。これ一直線になっています。ここからここまでの長さ。これがこの円の半径ですね。こことここの長さ等しいです。これとこれが直線で、ここ90度、90度ですね。そしてこの長さが等しいですか、これ長方形になります。同じように上側にも長方形を作ってあげます。そうするとこれとこれ2つ合わせた形ですね。これ正方形になります。小円の直径が7センチだから、これでこの四角形の面積ですね。一辺7センチの正方形。こういうふうに確認することができて、この面積49平方センチメートル。これで確かに大丈夫ですね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。